今回の動画は、T-Rex150 の MRS フライバーシステムの故障原因などです。多くの MRS がジャンク箱にうずもれていると思うので、この動画を参考に直してみたらどうでしょう。T-Rex150 の機体部品は在庫処分状態なので、他の機体にこのフライバーシステムを移植して、飛行を楽しむこともできますので、その点も参考にしてください。修理をするには、ESC と受信機ボードを分離する必要があります。これは、最初の難関ですね。古いものなので、ハンダが酸化していて溶けにくくなっています。ここである程度、ハンダ付けに知識がないと失敗します。最初に、故障原因の大半を占める、ESC の故障しやすい部品を見ていきましょう。一番故障が多いのが、ESC の焼損です。墜落時にホールドが遅れると機体が地面での太刀回り、モーター駆動用の FET に大きな負担がかかって、最後には FET が焼損します。ちなみにホールドは機体が浮いている時に入れる必要があります。初心者様はホバリングと同時にホールドスイッチをいち早く入れる練習もしましょう。 FET は日本でも購入可能なので探してみてください。交換はそれなりにハンダ付けのテクニックが必要です。次に壊れる可能性があるのがコントローラー IC です。 FET の焼損がないのにモーターが動かない場合はこの IC が壊れてる可能性があります。壊れてると思われる IC のプログラムを EL ヘリで書き換えてみましたが書き換え不能でした。なので、壊れていると判断しました。修理方法は、とりあえず IC 周囲の再ハンダで試してみて、ダメなら、IC 交換をしてから、BL ヘリでプログラム書き換えして直します。なお、コントローラー IC は、部品で購入可能です。代表的な故障部品は、この2箇所です。次に、受信機ボードの故障が多い部分です。症状は、バインドしないモーターが回らない、モニターの LED 点灯が不安定などです。ほとんどの場合、この IC の周囲のハンダをやり直すと治ります。ただし、これは応急処置的な修理です。本来は、QFN IC の裏のパッドを確実に基板のパッドにハンダ付けするために、QFN IC を外して、リフローする必要があります。それでも治らない場合は、一番上の基板を外して、ジャイロ IC や受信機 IC、クリスタルをチェックします。受信機 IC も、周囲のハンダ付けをやり直して対応します。クリスタルは、K110 のクリスタルと同じものが使えます。上の基板を外したついでに、アンテナ線も新しいものに変えるといいでしょう。これらの故障原因は、墜落時に、薄い基板が衝撃でたわむことで IC のハンダにクラックが発生するためと思われます。幼児の先の厚みしかありませんからね。軽量化のためには仕方ないですね。MRS フライバーシステムの故障原因の多い箇所を紹介しましたが、直したジャンク MRS の数はどれぐらいなのよと思われる方のために、修理した MRS をお見せします。 K120 や K132 MRS を搭載して最高の飛行性能を楽しませてもらってます。しかしたくさんありますね。この MRS フライバーシステムは全部ジャンク品をフリマやオークションで入手したものですが、今のところ修理成功率 100% です。なので増えちゃうんですよね。 MRS の操縦性はK110 の三軸モードと似ていて、扱いやすいので気に入っています。ジャイロ IC の型番は、インチが消されているので分かりませんが、ジャイロの癖が似ています。ジャイロのゲインが調整できる、K110 のジャイロという感じですから、夢のような受信機ボードです。もうちょっと注目されても良いと思います。全部で9個ありますね。
この機体は丁寧に紹介します。 K110S に MRS を搭載した機体です。受信機ボードにはスロットルとラダー用のコネクタを増設しています。特に取り付けは難しくありません。ハンダ付けするだけです。受信機と ESC を分離することで機体に搭載しやすくなり、墜落時の衝撃吸収も良くなりそうです。 ESC から受信機への配線は 1.25 コネクタケーブルを配線するだけなので難しくありません。 K110 でいうところのナンバー1のサーボは逆転仕様に改造する必要があります。こんな感じで改造してください。サーボホーンを長いものに変える必要があります。受信機ボードのサーボの作動量が少し少ないのです。ただし K110S サーボの標準サーボホーンでも飛ばないわけではありません。一応このサーボホーンをおすすめします。この機体の大きな変更点としては ESC も T-REX150 のものを使いました。そのためには1ゼルでも動くように改造が必要です。矢印のレギュレータとインダクタを外してこの部分に配線する必要があります。この ESC はメインモーターとテールモーター一体型の ESC ですが、それぞれ BL ヘリでプログラムを書き換えてます。特別メインモーターは書き換える必要はありませんが、コントローラー IC が故障していたので IC を交換したためプログラムを書き換えてます。交換したコントローラー IC のテストのための機体とも言えます。今回は T-REX150 の ESC を使いましたが、 K110 の ESC も普通に使えます。ただしテールモーター用の ESC は3アンペアの小型の ESC をBL ヘリでテールモーター用に書き換えるか、市販で売られている K110 テールブラシレス用のプログラムがされた3アンペアの ESC を購入する必要があります。メインモーターはノーマルの無改造です。早速飛ばしてみました。新しいバッテリーが2本しかないので調整もほどほどで飛ばしました。ですからまだこの機体の性能を出せていません。ご理解くださいませ。機体の重量はカーボンマストを使っているのでノーマルの K110S よりも少し軽いです。バッテリーが新しいのでノーマルのモーターでも十分パワーは出てますね。飛ばした感じテールモーターのパワーが足りません。これはモーターを変えるか巻き替えが必要です。 T-REX150 の ESC はメインが6アンペア、テールが3アンペアというメーカースペックですが、随分控えめに性能表示されていますね。 FET の性能的にはそれ以上の出力がありますので、さらにパワーがあるモーターでも ESC は壊れないと思います。高性能は K110 の受信機ボードに原因調整機能がついたらこうなるだろうという感じで、飛ばしやすいしコントロール性も良いし言うことないですね。調整してない状態でこれぐらい飛ぶとセッティングが決まったらどうなるのでしょうかね。 K120 や K130 に MRS を搭載しても相当操縦性が良いので、やはりこの受信機ボードは性能が良いです。オリジナルの機体より操縦性が良くなりますよ。大きな声では言えませんが。MRS の故障原因は大したことはないので修理して他の機体に移植して楽しんだ方が良いです。ほんともったいないですよ。ということで T-REX150 MRS フライバーシステムの故障原因とその活用方法でした。